アダプテバは低消費電力のマルチコアマイクロプロセッサの設計を専門に扱うファブレス半導体企業である。同社は単一のチップに1000個の専用のプロセッシングコアを備えた設計を発表した2社目の企業である。会社名はアダプトとヘブライ語で自然を意味するテバを組み合わせたものである。社名は会社の鍵となる技術と事業哲学を反映する。 アダプテバは2008年3月にアンドレアス、オルフェーブソンによって設立された。同社は携帯デバイス市場向けに、不動小数点演算のエネルギー効率を10倍に高めることを目標として設立された。2009年5月にミスター・オルフェーブソンは、新しい強力な並列演算、マルチコアコンピューターアーキテクチャをもとにした、最初の試作機の設計を完了した。 初期の試作機は65ナノメートルルールで製造され、16機の独立したマルチコアプロセッサを備えた。2009年10月に初期の試作機でアダプテバはシリーズ A で 1US ドル、500万ドルをニューハンプシャー州コンコードのビットウェアヤから調達した。アダプテバの最初の市販のチップの製品は2011年5月、初頭に使用的に販売が開始され、まもなく、 単一のチップ上に4096のコアを搭載することが発表された。2011年10月に発表された現在の製品のエピファニー3は28ナノメートルルールで設計が完了して65ナノメートルルールで製造されたチップが入手可能で64コアを備えた28ナノメートル版は2012年1月に入手可能になると述べられ、でに使用販売は 出荷済みだが2014年8月時点では一般の入手はできない。アダプテバの主要な製品群はマルチコアの MMD アーキテクチャの拡大可能なエピファニーである。エピファニーのアーキテクチャは4096個までの単一32ビットフラットメモリー空間を共有するリスクアウトオブオーダー実行マイクロプロセッサを収容可能だった。 エピファニーアーキテクチャ内のそれぞれのリスクプロセッサは一ギガヘルツまでのクロック周波数で二グフラップスの六十四、三十二ビットの統一レジスタファイルを備えたスーパースカラーマイクロプロセッサである。エピファニーのリスクプロセッサは単精度浮動小数点用に最適化された専用の命令 Z のアーキテクチャだが GNU GCC のツール類を使用した高水準の ANCC で プログラムが可能である。それぞれのリスクプロセッサ二は3 2イトのローカルメモリを備える。コードとスタック空間はローカルメモリ内にある。さらに一時的なデータは最高速度で転送される。データは同様に他のプロセッサコアのローカルメモリからの接続でも転送速度は制限され、あるいはチップ上ではないラムからは大幅に転送速度の制限を受ける。 メモリアーキテクチャは一般的に明示的な記憶階層やキャッシュメモリを採用せずソニー、東芝、IBM のセルプロセッサに似ているがさらにチップ上位以外とコア感負荷とストレスがサポートされることによる恩恵が得られるこれにより従来のシステム内でコアの数によって実用的な限界がある複雑なキャッシュの一貫性のハードウェアに必要性を除去する 設計はこれを考え出すための実行費用を避けるためにプログラマに独立したデータ接続の累計の大幅な予測を増幅することを期とする。すべてのプロセッサノードは効率的なメッセージの通過を期としてネットワークオンチップで接続する。パラレラシングルボードコンピュータに搭載された16コアのアダプテバエピファニー e 十六 g 三百一二千十二年八月十九日に アダプテバは、エピファニーマルチコアプロセッサに関する複数の仕様と情報を公開した。2012年9月、16コア版のエピファニー3が65ナノメートルプロセスを使用して生産され、64コアのエピファニー4、技術使用品がグローベルフーンドレスの28ナノメートルプロセスを使用して生産された。 エピファニーマルチコアアーキテクチャの初期の市場は以下が含まれる16コアエピファニーチップとザインク -7010 フープガを搭載したパラレラシングルボードコンピュータ2012年9月アダプテバはキックスターターでスーパーコンピュータをすべての人へとして販売するパラレラ計画を指導したプラットフォーム用のアーキテクチャのリファレンスマニュアルがキャンペーンの一環として 計画への賛同者に対して出版された。1ヶ月で目標の75万 US ドルドルが集まり、最小の 99US ドルドルの出資者は1個の阻止を受け取ることができ、当初の期日は2013年5月に設定されたものの16コアのエピファニーチップを搭載した最初のシングルボードコンピュータが最終的に出荷されたのは2013年12月だった。 予定された基板の大きさは 86mm53mm、mm、だった。キックスターターでのキャンペーンは成功して 898,921US ドルドルが集まった。300万 US ドルドルの目標額には到達しなかったので64コア版のパラレラは量産されない見通しである。キックスターターの利用者たちは さらに 750US ドルドル以上を寄付して64、コアプロセッサのパラレラ -64 番の入手を目指す予定である。エクストリームテックのジョエル・ラスカは、この計画に対して、口実のような軽蔑的な意見を持つ。アダプテバは、エピファニー4が実際にもたらすのは、ローカルキャッシュを備えない、商用量の記憶域の16-64の少ない、 コアで低速のクロックコアに関連して、こんなお特定の用途にしか対応しかできないのに、売り手はスーパーコンピューターだと主張する。エピファニーチップは、どの近代的なスーパーコンピュータ並みの性能にも、達していない。現在の16コア、または64コアのエピファニーチップは単精度で、それぞれ25、または105フラップで、 近代的な PC のプロセッサでは4コア3 5ヘルツ AVX に1 7 7グフラップス倍精度の不動小数点性能にさえ遠く及ばない。しかしながら E16 エピファニーチップを備えた最新のパラレラ基板は一例として1976年当時の最速のスーパーコンピュータである クレイ1の瞬間最高性能は80マフラップスで1985年の後継のクレイ2では瞬間最高性能は1.9グフラップスだった。多くの古いスーパーコンピュータの性能と競争可能で並列コードの開発で確実に使用できる。スーパーコンピュータの独特のアーキテクチャは従来の SMP 機と比較して潜在的に便利な開発システムに仕立てられる。 5W という消費電力とチップの面積あたりの性能がグフラップス平方ミリメートルという観点では現在の E16 エピファニーチップは現在入手可能などのチップよりも性能が優れておりイムバリシンリーパラレル GPU の用途のために拡大した並列アーキテクチャが設計されたアーキテクチャは同様にパラレラボードをクラスター化して高速チップ内イメッシュ 内部接続でコアの論理リグリッドを拡大することを起とする。16コアのパラレラはおよそ5.0グフラップス W で28ナノメートルプロセスで生産される64コアのエピファニー4は50グフラップス W で15グフラップス W を元にした32枚のシステムである。 AMD と NVIDIA 製の GPU と比較すると2009-2011年の時期に単精度で19フラップス W に到達した。ありがとうございます。